真夜中の花嫁。もう随分と前のこと。亡くなったじいさんの十三回忌で、田舎の信州の松本に帰った。実家はすでに亡くなっていたので、法事の前夜、母と俺は松本のすぐ近場にある温泉街のホテルに泊まることにした。温泉は24時間、いつでも入れる。俺は広い風呂が久しぶりで楽しく、真夜中に一人、湯船で泳いだりして遊んでいた。気がつくと午前一時を回っていた。これはいくらなんでも遅すぎる。明日の法事に差し支えるというので、部屋に戻って眠ることにした。風呂場は、半地下にあり、俺の部屋は3階だった。もうホテル内の照明は落とされており、足元を照らす薄暗い常夜灯があるばかり。人気の完全に途絶えたエレベーターホールからエレベーターに乗って3階で降りた。そこを左に曲がると、まっすぐな廊下があって、俺の部屋はその廊下の真ん中から、少し手前くらい。長さにして20メートルほどだったか。廊下の突き当たりは非常階段に通じる鉄の扉。薄暗いその廊下に一歩足を踏み出した途端、俺はその場に凍りついた。廊下の向こうの端に、文金高島田というのか、とにかく和装の花嫁さんが立っていたからだ。そしてその花嫁さんは、ゆっくりとこちらに向かって歩いてくる。俺もその場に立ち止まっているのもおかしいと思って、自分の部屋に向かって歩き出した。花嫁さんはこちらに進み、俺はそちらに向かって歩いて行く。すれ違った瞬間、花嫁さんは小さく会釈をした。おしろいの匂いと、絹ずれの音がした。俺は自分の部屋にたどり着き、花嫁さんの方を振り返った。ちょうどエレベーターホールの方に曲がっていったところだった。結構大きなホテルだったし、翌日は日曜日だから、結婚式のリハーサルでもあったのかな、と漠然と感じた。とにかく恐怖心はなかった。翌日の法事も無事に済み、東京に戻った俺は、友人、女です、に、こんなことがあった、と、真夜中の花嫁さんの話をした。友人は、この話に異常に食いつき、その時の状況を、絵に描いて説明しろ、と言う。20メートルの廊下。俺の部屋は、その真ん中から少し手前。花嫁さんが最初に立っていたところは、非常階段に通じる、鉄扉の前。あんた、その人とすれ違ったって言ったわよね。ああ。おかしくない？廊下の向こうと、こっちから歩き始めたなら、どこですれ違うっていうの？だって、あんたの部屋って、廊下の真ん中より手前にあったのよね。
そうだけど。あんた、よっぽどゆっくり歩いていたの？いや、そんなことはないけど。あのね、花嫁衣装って、とてもきつくて重くて、ゆっくりしか歩けないのよ。まして、頭まで作ってあったんなら、重たくて一人でバランスをとって、歩くことだけも難しいんだから。なんで、そんな格好をした人が、そんなに早く歩けるの？俺が最初想像していた、結婚式のリハーサルのようなものではないか、というのも、友人にバッサリ否定された。夜中におしろいなんか塗っていたら、翌日本番があるとして、肌がボロボロになるという。結局よくわからない。このホテル、今でもやってる。花嫁さんとすれ違った時は、特に何とも思わなかったのだが、後日の友人の検証により、背筋がゾッとして、しばらく眠れなくなってしまった。まず、花嫁さんの移動速度が、検証すればするほど異常なことに気がついた。俺は部屋の前で、花嫁さんが廊下を曲がっていくのを確かに見た。俺が花嫁さんとすれ違ったこと自体が異常なのだが、確か俺はその直後に部屋に着いたはず。しかし、ふっと見た花嫁さんは、すでに廊下の影。時間の進み方がおかしくなっていたのではないか。だが、一番恐ろしいのが、あの花嫁さんはどこから来たのか、ということだ。最初に書いた通り、廊下の突き当たりは非常階段の鉄扉。まさか、その向こうからやってきたのだろうか。真夜中の親子。梅雨の季節のある日の深夜2時、僕が布団に入ってすでに2時間が経過しようとしていた。家はマンション街にあるマンションの1階、枕は窓側に置いてある。外は雨が降りしきっている。なかなか眠れなかったんでぼーっとしていると、遠くからヒールをカタカタと鳴らしてベビーカーを押している音が聞こえた。赤ん坊は大きな声で泣き叫んでいる。こんな真夜中なのにどうしたんだろう、その程度に考えていた。次の日も眠れずにいると、その親子は同じ時間に歩いているようだ。昨日よりもさらに赤ん坊の泣き声は大きかった。雨もまた強い。遠くから聞こえていたヒールの音は徐々に近づいて窓の近くに止まった。窓の外には少しばかりの庭がある。そして柵があるのだが、窓をノックする音が聞こえた。そんなバカな、と恐怖で頭がパニックになる。窓を叩きながら、女の声で優しくこう言うのだ。開けて。ねえ、開けて。しかしそんなことを言われても、開けてあげようとすらもちろん思わない。その親子からは、人間ではない雰囲気を感じていた。しかし、そんな僕にはお構いなく、叩く音が強まっていく。どんどんどん。しばらくその状態が続いていたが、
やがてその音が静まった。いなくなったのかな、と、少しほっとした矢先。女性とは思えないほど、低く、心臓がえぐられるかと思うほどの威圧感で一言。開けろ。僕は開けることなくじっとしていると、またヒールの音をカタカタと鳴らしながら歩いていった。次の日、今までの時間を過ぎても、ヒールの音も、ベビーカーの音も聞こえずだったんで、安心していた。あれは一体何だったんだろうか。そしていつもの時間から30分ほど経ってからだろうか。一台の救急車のサイレンが鳴り響いた。マンション街で通るはずのない道路を通って、僕の家に近づいてくるのが分かった。そして、前を通り過ぎるとき、確かに聞こえたんだ。あの威圧感を持った声で。お前のせいで、死んだから。Thank you.